右にいるの分かってて、うまい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 ね。2300なんだこれで。なんか問題あるんだろうな。うまい、マジでうまい、うまいからもったいねえ。ちょっといい試合も持ってきてないか、こいつ。20キル11ですって、いいでしょう、見てあげましょう。まあ見ていきますか。 XP2300 らしいね。辛口コーチングよろしくお願いしますと。とっさのスパジャンができないらしい。なるほど、了解です。じゃあいきましょうか。ザップね、まずアップは初動は、そのドリンクを食べるのかっていうのが結構難しい、判断が難しい武器ですね。これあれだな、この視点だとまあマップ見てるとかもちょっと分かんないっちゃ分かんないよね。もういいね、上取ってんの偉い。右にいるの分かってて、うまい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 ね、うまいね。アサリはこれ取りたくないな、できれば。これね、分かんねえ、これ俺は取らない方が好きなんだよな、ここね。いやマジで細かいところなんですけど、アサリ取んなくていいっすよ、ここ別に。なんかさ、アサリ取る人多いよね、ここ。もうちょい前か、ここさ、アサリ取る意味ないんだよね、ここ。ここさ、7個キープでよくない？普通に横に投げて、ここに、このさ、アサリの位置行きたいんだったら左にアサリ1個投げて、あの7個の方がいいっすよ。なんでかっていうと、デカアサリは単純的に位置バレちゃうんで、うん、カバーも来やすいしね、相手が。ここは、まあ、単純に持つ意味ない、マジで。持つなら下がるべきじゃない？うん、って感じで。まあ持たなかったらデス抑えれてそうな気はする。まあでもナイス2キルではあるけど、こういうなんか細かい積み重ねなんだよ、スプラトゥーンって。なんかマジで、なんでここ敵にバレてんだろうとか、なんでここデスしちゃったんだろうとかも絶対理由があるから。まあいいですね、いいですね。ドリンク投げて、いいよ、めっちゃ良くない動き。吸盤もうまい、おー、いいねいいね、うまいうまいうまい。これ突っ込んでも良さそう、ドリンクあるし。ちょっと前目でも良さそうだけど、相手めっちゃ来てる。あ、相手インクないぞ。おー、ダイナモン美味しい、それ。まあ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 、ナイスだね、別に問題ないね。ドリンクはちょうど切れてしまいました。別に今のところはほんと細かいところ、まあ、辛口コーチングって言ってたけど、まあ、なんで負けてんのって感じだろうから、俺20キルしてんのにって思ってる可能性もあるからね。受けましょうか。さあちょっと引き目、うん、いいんじゃないですか、いいと思うけどね、別に。でも雨があるからね、ちょっと前で止めさそうだね。さあ96に対して打ち合わない、なんかめっちゃいいけどな、うん、なんか俺もこういう動きするしな、シューターでザップとか持ってたら。うまいうまいうまい、めっちゃうまい、うまいね、うまいね。なんか狙い方がめっちゃいいね、完璧だけどね今のところ。うん、で取るね、来てナイスカバー。俺めっちゃうまくない、めっちゃうまくない。2300なんだこれで。なんか問題あるんだろうな、なんか問題あるでしょうね。なんかあれだな、なんかいいですね、なんかマジでいいね、ここ引きたいね、もう一回引きたいね。うーん、ここは危ない危ない、ちょっと危ないが、まあまあまあ払えてないからよし。ここでもね、ちょっと気になったな、ここちょっと気になったな、俺は気になったから指摘しまーす。まあほんと細かいところなんですけど、ここね、ここ下がって、あのダイナモのっていうか、この低用価の左の坂ぐらいに吸盤ボムを置いた方がいいですね。メインで撃つんじゃなくて、まあ、吸盤ボム置いた方がいいっす。これダイナモ突っ込んできたら多分死んでる可能性ある。ダイナモがもっとこの坂の手前側突っ込んできてたらさ、死んでるから、ここは良くない、ここは良くないっす。でこれもね、またもうシールドがあるのに打ち合ってるから、まあ死んでるよね普通に。これ絶対死ぬから、行き過ぎだね、うん、これ行き過ぎです。はい、ダメ、これは絶対ダメ。ザップが戦闘悪くはないんだけど、今のはまあ行ったら死ぬね。行くなら右のブロック使うとか、そういう行き方しないと死ぬ。サイト突っ込んできてる、クワット。エイムいいな、めっちゃエイムいい。うわー、えそれ死ぬの、もうそれ死ぬんだ、強えの今の、死ぬんだって感じのデスの仕方だった。なんかこのメモリープレイヤーってちょっとさ、ずれてするから、うわー、まあ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 、わかる、まあわかる、これはデスしたのは。こっからだね、こっからどう打開するか。さあポイズン当たってるよ、うわー、ちょっとやられすぎかもね、ステジャンに。
何回もやりたいんだったらちょっと学習すべきかも。ダイナモとクワットだから。で、ステージャンでバンバン飛んでくるタイプって分かってるから、まあ多少警戒しないとダメだね。これ絶対持っちゃダメだね。あの、味方が一人死んでるし、これ、ジャンプで入れたいから、今持つ意味全くない。これ持つタイミングって、基本的に自陣にもう一個アサリを入れられた時に、デカアサリが一個あった時は入れてもいいけど、これ、持つ意味マジでない。スペシャル多少溜まるとは言っても、マジで持つ意味ない。ここ。結局これで攻めぐだるよ、絶対。これで攻めうまくいくとは思えん。この相手に。これ持っても。見て、俺はまだ見てないからわかんないけど、これうまくいってないよ、ほら。これさ、アサリ持ってるから前出れないじゃん。これ。アサリもさ、どうせ敵陣に置くことないし。よくない。非常に。非常にもうよくないけど、って感じだな。もったいないね。これ結局ここにアサリ捨ててるし。これよくない。これ持たない方がいいっす。これは持つのやめましょう。あ、で、これ持っちゃダメ。これも持つ意味ない。持つ意味ないと思いますけどね。これ、キル入ってからの方がいいと思いますよ。ほら。はい、やばい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 。これ、何回してる、でも。味方のカバー熱すぎる。熱い。熱いなぁ。なんか、この人ね、多分、アサリ持ってて、多分、敵に狙われないっていう勘違いしてるかもしれない。なんか、あ、デカアサリ持ったらめっちゃ狙われますよ、基本的に。だから、これは良くない。マジで持ちながら一緒対面するなら、ザップは無理だね。なんか、ボトルとか、それ射程のある武器だったら、まあ、わからなくはないけど、ザップでやることないね。でもうまい、めっちゃエイムとか。うまい、マジでうまい。うまいからもったいねえ。なんかマジでもったいない、本当に。あ、ここはしっかり引く。逆に今のとか、まあ、ちょっと食らった後そのまままっすぐ行ってもいい気はしたけどね。はい、当たり入れて、むむむむむ。これさ、カウンターアサリ持ったから当たりねえんだよな。これカウンターアサリだったらまだね、延長いけるんですよ、これ。だからこの10秒でアサリ8つ集めなきゃいけなくなっちゃった。うん、これね、結局そういうことなんですよ、負けたの。これね、もったいない。もったいないね。これね、アサリあったら延長入ってるんですよね、これ。だから、まあ確かに20球とか、まあキル数は多いんだけど、立ち回りが悪いっていう、結構典型的な例だったから、そこを直せたら、まあさらに上に行けそうな感じするけどね。なんかもったいないなって印象あります、これ。ちょっとあれしよう、もう一試合だけ見たよ、この人は。ででで、さあ見ますかね。はい、ノバザップのうちクワット。なんかステージャンに飛んでくる系苦手説ない？なんか若干ちょっと若干あるよ。さあ正面行って、危ない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 。なんかすごい動きしてる。まあこれ本当に細かいけど、あのね、なんかさっきからね見てて思ったんですけど、多分、まあ、めっちゃ細かいことから話すわ。吸盤もっと使った方がいいですよ。吸盤ももうね、あんま投げてないイメージあるんですよね。どうなんですかね。吸盤もっといいとこ投げた方がいい気がするんだよな。ちょっと待ってね、見ます。吸盤をなんか、ね、投げてないよね。吸盤今投げたけどさ、もっと初動で方向に投げるか、頬の奥側投げるとか、どっちかした方がいいと思うけど、ちょっと遅いんだよね、吸盤が。だから、頬爆発とかでなんかデスしてそう、この感じ。いきなり頬割られたみたいな感じで思って、なんかデスしちゃってんのありそう。吸盤が遅い、初動。もっとすぐ投げた方がいい。はい、頬持って。思ったけど味方デスしてる。相手も詰めてる。あ、いつ撃たかな、惜しい。これはね、吸盤ボム最強なんで、マジで使った方がいいっす。9番ボムっていうボムはマジで最強なんで。いいね。そう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 。相手が今どこに向かいたいとかを考えながら、9番置いてあげるととてもいいです。はい。さあ、相手歩行進んできそう。お、ナイス。いいね。わ、この潜伏めっちゃいい。あー、うまいうまいうまい。それめっちゃエムい。それうまいね。あ、もうグッと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 。もう最高それ。さあ、ノバ。ノバ、あ、どっか潜伏してんじゃねと思ったけど、味方がやってくれた。さあ、歩行も持つ意識ありますと。はい、いいね。ウィンク持って手前来てる。んー、まあ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 、いいじゃないですか。あ、相打ち取れてドリンク飲んでて、まあ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 、ここ持ってはいたから、まあいいでしょう。この後な、この後めっちゃ大事よ。スクワット来てる。お、うまいうまいうまい、めっちゃうまい。素晴らしい。
素晴らしいよ。これナイス止まってもいいかもね。おお強い。いや来たなー。いやーまあ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 ちょっと待ってもよかったかもね、矛持つの。これね結局相手からしたら最高なんだよな、矛を倒して一生防衛するみたいな感じだから。いや相手め粘るねー関門で。なんかルール関与がちょっと苦手かなって感じするな。ルール理解が浅いな。スプラトゥーンはうまい、でもそのエイムとかそういうのにめっちゃうまい。うまいマジで、そううまいぞ。さあノバがいるぞ。それナイス、うまいうまいうまいマジで。それの落ちは打ち合わないよね。オッケーオッケー素晴らしいよ。ドリンク投げて、うまいマジで、うまいよ。左来てる、これクワットに恐れない、クワットに恐れない。まあ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 悪ない、ドリンクあるからね、強気に打ち合って。それさドリンクあるから打ち合い強いんだろうな。だからドリンクってさ思考回数が過ぎるからマジでガチマーの打ち合い強くなりそう。危ない、うまい、うん惜しい惜しいね。でもいいね、相打ちはでかい。今一方的にやれたらめっちゃよかったね。一方的にやるには足元でステップ踏んだりとか、まあ、そういうのをやったらいいです。まあまあこのワンチャンもまあ分からなくないんで全然 OK です。ステジャン積んでるもんね、いいんじゃないですか。これはワンチャンかけたんで、でこの後はね普通にいいですよ。今のところルール関与がちょっとやっぱできてないって感じで、そこで勝率落としてる感じがするな。これで2300ってことはそういうことやな全ては。おおいったいったいった、あれを見る必要ないね、もう曲がっちゃったから。さあでも左来てそうなの、警戒してる。おおハンコ来て、危ない。ハンコ今アップデートで強くなったからね、まっすぐ打ち合うと負けちゃうから無視でもよかったかもね。無視でも良さげ、今のは強いから。で後ろにノバいたからそれ警戒してるね、ちゃんと。さあどこいたんだろうって感じだけど、雨がこっちに流れてきてるってことは、まあ、右奥とかから投げてるんだろうなって、中央から投げてきてたんで中央いるんじゃないかって予想立てつつ、いいカバー、いいカバー、それもうめっちゃいい意識、マジそのカバー意識。危ない、さあノーバーいるよ、うまい。いやもう最高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 、もうめちゃくちゃいい動き。これ負けるのこの試合、どう負けるのこれ。いけそう、前前いけそう、前いけそう、相手ノーツしか生きてない、ガンガンいってどうぞ。これこれね賛否両論あるけど、はいここ賛否両論あるんですけど、ここね絶対前いけたわ。ここ前いけた、この矛の1キルあんま意味ない。これね相手ノーチしか生きてなかったから、もうこれ速攻でこれまっすぐ行くべき。ここ止まんない方がいいね、絶対止まんない方が良かった。ここ止まんない方がいい、ここ絶対止まんない方がいいね。ここね、いや勝ってたとか関係ないのよ。あのねこれこれここ、ここもうここ絶対カウント稼いだ方がいい前で。あとこの状況ね、あの前で死んだ方がいいんですよ。なんでかっていうと相手まず矛運んでこなきゃいけないじゃん。だから、まあ、基本的に矛は基本的に前に置いておくのがとっても大事なんですよ。なんでこれワンチャンかけて前行った方がいい、マジで絶対。これ絶対相手3落ちしたから、ノーチしか行ってないから絶対前。これでこれでさちょっと後ろ側で死んじゃうじゃん、これ非常にもったいないね、マジでもったいない。絶対前、今のカウント55ちょっと怖えしな。さあセンサーついてるよ、ついてるけど行くね。おおノーチ相手結構怖いけど、結構怖いけど、まあまあまあここら辺はいいでしょう。ハンコ、ハンコカバーする、ハンコ後ろからカバー、危ない危ない、いいボム、危ない。あ潜伏いいんじゃない、この潜伏めっちゃいいんじゃない、これめっちゃ刺されそう。あ後ろ下がりたい、いいね、めっちゃ立ち回り、おお勝ってるね、ナイス。これねまあ良かったと思いますよ。あとは矛を進めるとかそういうなんか矛を持つタイミングとかそこだけだったな、そこさえ直せればもう、うん、なんか2600とか700ぐらいは全然いけそうなポテンシャルを感じましたね。はいめっちゃ良かった。